ナゴンです。今日はエクアドルの苔が届いたので紹介します。あと巻き苔をやります。これは面白い形をしてるんですけど、しっぽ苔に似ています。ただしっぽ苔よりは茎の部分が太いですね。これは小粒苔っぽい雰囲気ですね。ヒノキ苔っぽい雰囲気です。これらを植えていきます。ザクッと植えます。しっぽ苔っぽい苔が結構いい感じなので増やしたいなと思いまして、巻き苔をやってみます。巻き苔というのは苔を細かくして巻いて増やす方法です。用土は何でもいいと思うんですけど、同じ用土を使っています。巻き苔はですね、水槽でよくウィロモスを増やすときに切って貼り付けたりすると思うんですけど、この陸上の苔も基本的には同じ苔なので、ある程度のサイズがあればそこから増えることができます。これで完成です。だいぶ時間がかかるみたいなんですけど、また経過を報告します。あと現地の苔だから特別何か特徴があるということはなさそうなので、産地にこだわる必要はないかなと思いました。今日はこれぐらいにしておきます。バイバイ。